タイプ HY サイドビュー標準ホイールベース車 H 版はフランスの自動車メーカーストロエンが1947年から1981年まで製造を販売していた貨物自動車である大部分が標準使用者であるが少量の注文生産による多数のバリエーションがある無害者バージョン荷物室を延長したバージョンさらには 小型バスまでバリエーションは多岐にわたる。モノコックボディやキャブオーバー型のデザイン、前輪駆動による低床式、車体側面にあるスライディングドアが特徴的。独創的なデザインは、後のプジョー D-3A アルノエスタフェッテなどに影響を与えた。1947年にシトロエンが戦後最初に登場させた自動車である。本社の前身は、 戦争時の軍用車である TUB の市販商用車であり低床式の側面スライディングドアが最大の有効スペースを提供する理想の多用と商用車である基本的にはトラクションアバンのエンジンとシャシーを使用している車体の外板は鉄製波板で補強した実用本位のもので1948年に 発表された 2CV の1年前である点からも重複して開発されていたはずである。資本参加しているフィアットとの共同生産者である C35 に席を譲り、1981年12月15日、製造を終了した。この得意なデザインの全輪駆動の貨物車のコンセプトは、現在のシトロエン・ファーゴン版などに受け継がれている。 ミシュランの時代の最初の車、TUB の運転席、キャブオーバー型の貨物車それまでの配達用の貨物車は、乗用車と同じくボンネットが運転席の前にあったが、新開発の車ではエンジンをまたいだ形で、運転席が前進したキャブオーバー型の前輪駆動車であった。この過失を自由に設計できる形は、世界で初めての画期的なものであった。TUB 全長 4040mm。全高 2130mm。全幅 1910mm。ホイールベース 2350mm。積載量 850kg。エンジン9 c v 4気筒水冷 72X100。35HP。変速機3速。サスペンション。トーションバー4輪独立。ボディー。 全鋼鉄製販売開始の直後に戦争が始まったために TUB は製造の変更を余儀なくされた鋼鉄製ボディは車体後半を材料の節約と軽量化の必要性から骨組みを残して後部側面上部と屋根部分を冷温製のカンバス地に変更した軍事仕様になった TUB850kg トラクシオンアバン 7C のエンジンとシャシーを使用。TUB1200kg トラクシオンアバン11のエンジンとシャシーを使用。あとの TUC1939 年4月より生産開始。247台生産。1940年には、主として、軍用救急車824台。軍用無線通信車24台。 その他21台。1941年に TUC313 台を含む631台。合計1747台生産された。これらの車はすぐにチューブと呼ばれるようになったが、市場には出てこなかったのは、蒸気のように軍用車に変更されていたからである。戦後、タイプ H のプロトタイプとなった。ガソリンディーゼル使用当初、エンジンは、 トラクシオン、アバンのものがそのまま使用された。H の商用車。全窓側に分割された初期のタイプ。ボディは基本的にはバンタイプと無害のピックアップになるが、受注生産で無数の形状が存在する。しかし、それはあくまで過失部分の変化にとどまることがほとんど。外観上の変化基本的には4回のマイナーチェンジを、下手が、 最終型であるドアの開閉方向でも全車に採用されていない。合計2回輸入されている。1回目は1967年から1968年に関西日仏自動車により100台とされる。当時作られた日本語カタログには貨物自動車として 2CV、AZ、AK と共に H と記載されている。 写真から1968年以前型の前ドアは、後ろを開き、右側スライディングドア、リアーフェンダーは円形である。ルーフ板には、波型プレスがない。2回目は1974年から1975年で、詳細は、西部自販の記録によると前年モデルチェンジした、前ヒンジ、両側スライディングドア仕様である。東京三菱不走と、 西武自動車販売とで100台を輸入販売した。予定では三菱不走が80台、西武自販が20台の予定であったが、結果は西武自販が25台販売した。したがって最大でも200台とされる。この時の販売時の故障が H トラックであったために日本のみトラックの名称で呼ばれている。販売用カタログでも強調されているように、 購入企業がボディに独自の広告を再塗装することによる広告効果を想定している。人目を引くデザインや人が立てるほどの高い室内スペースを活かし、主に移動販売車などに使われた。ありがとうございます。